い、どうも皆さん、こんにちは。今年も早いもので、もう5月下旬。本当に年を取るにつれ、時の流れを早く感じてしまいます。この調子だと、あっという間に200億歳ぐらいになっちゃいそうです。クラガチャンネルのー、ケースケ実況局のー、ケースケです。ブーということで、なんかもうね、毎月ね、この調子を、こんなことを言ってるような気がするんですけども、いや、早すぎませんか、本当に。だってもうあと少ししたらもう6月になっちゃうんですよ。でもうこの調子でどんどん日をね、重ねていって、あっという間に2019年も終わってしまいますからね。で、来年にはもうオリンピックイヤーですよ。東京オリンピックの年とかになりますんでね。いやーね、それまでに、あのね、俺東京オリンピックが決まった時にはね、もう東京オリンピックまでには、もう結婚してて、で、子供もできてて、で、一緒に見に行くんだろうなって思ってたんですよ。そんな予定、全くございません。で、今日はね、私、ケイスケ、何をお送りするかと言いますと、先日ですね、マルチ一回も攻めてないのに、なんかトロフィー高いプレイヤー、あの人をね、紹介したじゃないですか。で、他にもね、あれね、海外の有名 YouTuber のギャラドンが紹介しておりまして、で、英語でね、ちょっといまいち、ちょっとよくわかんなくて、で、プロフィールもね、ちゃんとゆっくり見たかったからご紹介したんですけども、なんとですね、他にも、マジでやばいプレイヤー紹介してたんで、今回はですね、まあ、英語で何言ってるのかわかんないと、ケイスケが実況してほしいなっていう人、いると思いますので、そちらのやばいプレイヤー、他にもまだいたんで、そのプレイヤーたちを紹介したいなと思います。はい。ではね、一人目のプレイヤーのタグ、これね、記入いたしましたので、見ていきましょう。いや、あのね、このプレイヤー、本当にやばいですよ。本当にやばい。何がやばいか、実際に見てみましょう。いきますよ。探す。押します。で、はい。一見、タンホール11のレジェンドリーグ、最高記録が、最高となる5536っていうプレイヤーなんですけども、見ていただきたいのが、はい、こちら。お分かりいただけただろうか。なんと、ユニット、ゴブリンまでしか、解禁してないんですよ。で、しかも、ゴブリンだけレベルマックスっていうね。やばくないですか？ゴブリンだけで、タウンホール11、レジェンド達成してるっていうことですからね、これ。すごいっすよね。で、実際、遊びに行きますよ。遊びに行くと、なんか攻められたりかしてない？あ、攻められてないですよね。はい。もう、ゴブリンラッシュだけで、ね、これ多分、レジェンド行ってるんですよ。この人はすごくないですか？で、しかもタウンホール12じゃないですかね。タウンホール11ですよ。タウンホール11で、ゴブリンラッシュで、だって使えるユニットだってもう、ゴブリンぐらいしかもういないじゃないですか。他はレベル1で弱いんで、ゴブリンラッシュで5536まで行っているタウンホール11のプレイヤー、本当にやばいですよね。で、で、弊社とかも見てみると、はい、お分かりいただけるただろうか。どれも、レベル4まででなんですよ。で、闇の弊社がないんで、去年ぐらいのアップデートでさ、施設全部建てないと次のタウンホール隊に上げれないっていうね、アップデートやってきたじゃないですか。なので、まあ、多分なんですけど、おそらくそのアップデートがやってくる前に、もうタウンホール11で、もうゴブリンだけしか解禁してなくて、で、上げてって、で、トロ上げをしているっていうね、タウンホール11のゴブリンなしで、レジェンドトロ上げしているっていうプレイヤーとなっております。これほんとやばいですね。これ、だってそうだよね。他にユニット紛れてないよね。ババとかアッチャとか。いないよね。いないんで、だからもう、これ、すごいっすよね。で、ヒーローに関してはしっかりともう育ててますね。20の50の39。あ、若干バーバリアンキングは早上げなんですけれども、こういう方となっております。プロフィールも一応ちょっと全体的に見てみましょうか。クラン対戦に獲得した星は231。一応やってるんですね。一応やってて。で、魔獣降臨も、はい、弊社でウォールブレーカーをアンロックする。もうこれクリアしてない。なんであげないのって話じゃないですか。あげないよって話よ。で、ゴールドゴロゴロエリクサーサクサクは、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万の1億の、あ、でも12億 ?12 億も稼いでんの。すげえ。そうだよね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、12億ももうこれまで。過去に稼いでるっていうことですかね。で、最高トロフィーが5536といった形になっておりまして、それ以外だと、壁壊した枚数とかも、オート炎上も5698。どんだけ、ゴブリンなしだけで、タウンホール壊してんだよって話なんですけども、組合潰しとか、世界征服もね、しっかりと5725回も勝利してるんですね。なので、もう本当に、
あ、でも、スケット参上とか全然寄付してない。全然くれくれくんだ。援軍とかでカバーしてんのかな。援軍で強いユニットもらって、それでカバーしてるっていう可能性も全然ありますよね。ダクエリは、次ダクエリクサーは、一重、百、千万、十万、百万、九百万、一重、百、千万、十万、九百万ダクエリも奪ってんの。900万ダクエリも奪ってて、え、どこに使ってんだろう。だってダクエリユニットとかも、全然使わないですもんね。だから、呪文とかヒーロー上げに、ふんだんに使ってるんでしょうけど、でも、なんかもっとダクエリ使えるよね。闇兵舎のユニット解禁すれば。で、まあ、クロスボウとかファイアファイターとかはそこまでクリアはしていないんですけれども、でもまあ、それ以外も結構めちゃくちゃ遊んでいるっていうのが伺えますよね。ゴブリンどもやっつけろは、全クリまではまだ行ってないのか。なんですが、それがすごいプレイヤーとなっております。あ、大工の拠点もちょっと見たいですね。大工の拠点に関しては、マスターエンジニア次世代モデルとか、あ、次世代モデルはクリアしてないですね。で、バーサス戦も、あ、でも、216回か。解体屋は216個しか壊してないんで、じゃあそこまで育ってないですね。ちょっと大工の拠点も見に行ってみましょう。大工の拠点どんな感じ？あ、大工の拠点に関しては、そこまでやっぱ遊んでないですね。で、プレイヤープロフィールに関しては、あ、大工の拠点はしっかりと、ユニットは解禁させてってるんですね。なんだろう？何のこだわりがあるんだろう？でも名前にふさわしく、ツガゴブリンズっていうね、そういった名前の方でございます。はい。じゃあ、お次のプレイヤー紹介していきます。もうね、このプレイヤーも、本当に、すごいです。びっくりしました。いきますよ。検索。やばい、消された。バンされた。このプレイヤー。バンされてた。ごめんなさい。紹介できなかった。このプレイヤーね、どんなプレイヤーかっていうと、森の中に、金山が置いてあるっていう、プレイヤーがいたんですよ。なぜだか森の中に、金山を設置しているっていうプレイヤーがいて、で、その金山をタップすると、金山じゃねえ、大工の拠点の村の方に行こうとすると、船を押すと、アプリが落ちてしまうっていうね、そういうプレイヤーだったんですけども、やっぱそうなんだ。やっぱ、なんか不正でいじってたんだ。いや、クラクラの闇を見つけてしまいましたね。なのでね、そういうね、すごいプレイヤー、面白いプレイヤーとかね、やっぱどんどん動画にしていくとどんどんバンされちゃうんですよね、公式さんに。僕もね、一回ね、タウンホール9でボーラーがなぜだかキャンプにいるっていうね、プレイヤーをね、少し前に、半年以上前、去年の9月とかだったかな、9月、8月あたりに紹介したんですけど、そのプレイヤー、やっぱり公式さんもその動画見てたらしくて、後日バンされてましたからね。いや、だからね、いや、このプレイヤーはね、ちょっと紹介したかった。本当に面白かったんですよね。森の中に金山が置いてあるっていうね、場面、本当にお見せしたかったです。はい、そんな感じ。今回はですね、タウンホール11で、ゴブリンラッシュで、トロフィー5500、レジェンドプレイヤーになっているっていうね、プレイヤーと、あとはですね、森の中に金山を置いていたプレイヤーが赤バンされてしまったっていう、そういう動画、お送りしていきました。いや、森の中に金山を置くのってなんかチートとかなんすかね。なんかやっぱりデータ的なもんをいじくってるから、それがね、やっぱり良くなかったからか、バンされてしまったっていう、そういう形なんですかね。なのでね、皆さんも、森の中に金山は置かないようにいたしましょう。まあ普通、置けないか。置けないからバンされたんでしょうね。はい。なのでね、こういったね、すごいプレイヤーとか面白いプレイヤーとかね、いましたね。動画でね、どんどん紹介していきますんで、ぜひともね、面白いプレイヤー、すごいプレイヤー発見されましたらね、ぜひとも、コメントでね、教えていただけると幸いでございます。まあそうですね、今までだと弊社、ね、タウンホール1のガチ勢とか、あとは、弊社がないプレイヤーとかもね、紹介しましたし、あとはね、タウンホール8で、レジェンド行ったプレイヤーとかもね、紹介したりとかね、いろいろ紹介しておりますので、実は自分、これぐらい面白いプレイヤーなんですよっていうね、方いましたね。次戦対戦も、問いません。全然、俺、すごい、実はすごいプレイヤーなんですよっていうね、方もいましたね。ぜひともコメントでね、おすすめというか、コメントで教えていただけると、撮影させていただきます。ちょっとすいません、ぐだってます。最後の最後でなぜだかグダってんだけど。で、これからもね、毎日クラクラ動画、こういうね、面白いすごいプレイヤー紹介したりする動画とか、あとは全開リプレイ、あとはね、資源狩り編成とか、あとはネット検査とかね、毎日更新していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。
で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。